浜松は出世城なり初月をと読まれた浜松城は、昭和33年4月、市民の皆さんの協力で野戦城の面影を復元して再建されました。城内には博物館の設備があって、市内から発掘された考古学資料や城にゆかりの数々の遺品が陳列され、訪れる人たちが絶えません。この浜松に人が住み着いたのは今から三四千年も前のことであると言われていますが、シジミ塚遺跡は今もなお当時の名残をとどめています。この遺跡は古くから学会にその名を知られていましたが、市では昭和30年12月後藤教授を団長とする発掘調査団を組織して4回にわたり調査を行いました。この調査では縄文時代の住居の生活を知る貴重な資料がたくさん発見されました。遺跡には復元家屋が建てられ、住居の跡と貝塚には樹脂加工による保護も行われています。国・県の史跡にも指定され、立派な収蔵庫も建設されています。収蔵庫には当時を忍ぶ多くの貴重な出土品が収められています。埋葬された人骨や飾りに使用されたと思われる勾玉などが、シジミ塚の文化の跡を物語っています。この重要な史跡や文化財とともに、浜松市が最も力を注いでいるのが学校などの教育施設です。震災によって校舎の 80% を失った私たちの市では、2部授業や青空教室をなくすため非常な努力を重ねてきました。しかし6・3制の実施や児童数の急増は校舎不足を一段と深刻なものとしました。このため年々一番多くの割合で市の予算が投入され、校舎整備計画もようやく軌道に乗ってきました。今では鉄筋校舎も小中学校合わせて44にも増え、特別教室も建築されるまでになりました。しかし中学校については昭和37年頃が最も生徒の増える時です。このため市では3カ年計画で100教室を増設して、教育の充実を図っていく計画で工事を進めています。戦後の学校教育の一つの特色として、食料不足の落とし子といわれる学校給食があります。この給食は今市内の小中学校のうち46校が実施しています。発育盛りの児童生徒の健康を増進するため、各学校の給食関係者は栄養が完全で児童に喜ばれる献立を少ない費用で作るように常に研究を重ねています。給食時間が近づくと、各クラスから当番の生徒が食事を受け取りに給食室に集まります。上級生も混雑を防ぐように手伝っています。これらは全て生徒の自主的な運営でスムーズに行われています。教室では楽しい給食になるよう机の配置も考えて、先生方も一緒に楽しくいただきます。
した給食によって児童の体位は向上し、偏食を防ぎ、学校生活が一層楽しくなり、明るい社交性が身につけられていきます。私立の高等学校は女子の高校が一校あるだけですが、校舎も年々整備され、鉄筋建てのモダンな校舎と市内一の設備を持つ高校も建設されました。長い伝統を受け継いで、今1400人の生徒が熱心に勉強に励み、静かな環境に恵まれて良い文教の地となっています。世の中が落ち着いてくると文化面の欲求も強くなってきます。市の図書館には4万8000冊の本が備えられ、時にはレコードコンサート、人形劇も催されるなど、教育、文化研究などの場となっています。職場や周辺地区の人たちのためには移動文化館があります。9300冊の本を備えていて、87のステーションに本をぎっしりと詰めた車が巡回しています。生活、教養の向上やレジャーの相手として利用者から大変喜ばれ、本のマークのついた移動文化館の自動車はどこでも大変な人気です。農業地区に出かけると仕事着のままで読書する微笑ましい風景も至る所で見受けられます。また毎年夏に行われる成人学校もなかなか人気があります。料理、自動車技術など21科目は申し込み受付と同時に満員になるほどで、この市の社会教育は非常に好評を博しています。一方、住吉町にある平和記念館は装いも新たに青少年の家として生まれ変わり、青少年が団体で宿泊し、共同生活を通して規律、友愛、共同の精神を養うのに最適の施設となりました。この青少年の家は1万300平方メートルという広大な敷地と松林に囲まれた静かな環境に恵まれているので、これから青年学級、青年会、ボーイスカウトなどの宿泊研修の場所として大いに利用されることでしょう。市政施行50周年記念事業として建設を進めてきた市民会館も都議町に完成し、浜松市民の文化の殿堂として親しまれています。この市民会館は3カ年に3億5000万円もの建設費を投じて完成したものだけに、東海一の文化施設の名に恥じないものです。気候風土に恵まれた浜松はスポーツやレクリエーションも盛んです。市営野球場では春夏の高校野球をはじめ、シーズンともなれば数千の観衆を沸かすゲームが展開されます。漕艇場もサナル湖にあります。浜松城の眼下には国体やインターハイなど各種の水泳全国大会が行われ、県下一の設備を誇る市営プールがあります。野口公園の中にあるバレーコートは昭和32年静岡国体の折新設されたもので、4面の整備されたコートを備えています。
このほか亀山町の定休コートや上島町の市営グラウンドなどで明るい市民生活を築く健康で楽しい競技がこれからも繰り広げられることでしょう。こうして浜松の古い文化遺産の上に新しい文化と教育が打ち立てられ、次の世代への礎が築かれていくのです。